戸田駅は埼玉県戸田市大麻、新祖麻柳原にある東日本旅客鉄道の駅である。駅番号は JA19。当駅に乗り入れている路線は線路名称上は東北本線であるが、運転系統上は埼京線として案内される。埼京線開通以前の戸田市内は陸の孤島と呼ばれていたほど交通の便が悪かったが、路線開通により、 市内には当駅及び、戸田公園駅、北戸田駅が開業し、交通の便が向上した。島式ホーム一面二線を有する高架駅である。最強線北赤羽から、北、世の間では、ステーションカラーが設定されているが、当駅のステーションカラーはバーミリオンである。戸田公園駅管理の業務委託駅。改札口は、ホーム下に1カ所、出入り口は西口。 東口の2カ所にそれぞれ設置されている。自動券売機、指定席券売機は、改札手前左手に設置されている。2018年3月21日からは、始発から午前6時30分までの間、遠隔対応のため改札係員は、不在となり、一部の自動券売機のみ稼働している。改札口を出て正面にサミットストア、戸田駅店、左手に、ニューデイズ、 戸田など7店舗が出店する JR 東日本都市開発運営の駅ビルビーンズ戸田がある。改札外とホームとの間を連絡するエレベーターが1機設置されている。また、改札外と改札内コンコースとの間、改札内コンコースとホームとの間を連絡する上りエスカレーターが各1機設置されている。西口ロータリーには車椅子用のスロープがある。 トイレは、改札内コンコースに、男女別に一箇所設置されている。一番線は、戸田しかである、アーワが戸田し、二番線は、定築性の発車メロディが使用されている。2019年度の1日平均乗車人員は2万1355人で、ある。開業後の1日平均乗車人員の推移は、下表の通りである。 年度全体の乗車人員を365で除して1日平均乗車人員を求めており、計算で生じた少数点以下の値は切り捨てているため、定期外と定期の和は必ずしも合計と一致しない。当駅周辺は東京のベッドタウンとされる。地理的に戸田市の中心に位置し、市役所に近く教育施設も点在している。駅前には、 各商業施設も立地するが、おおむね完成な住宅街が広がっている。ガード下南北にそれぞれ市営の大型駐輪場があり、ラッシュ時には混み合う。また、北ガード下に憩いの広場と第一番地があり、木製の机やベンチ、自動販売機が設置されている。駅のある新祖方面から上戸田方面へとつながり、蕨市との市境も近い。 戸田市の中枢地区を形成し、駅開業前からの狭い路地なども存在する。北を北尾通り、南を市役所南通りに囲まれ、比較的完静な住宅街が広がっている。西口と異なりロータリーは設置されていないが、戸田駅市民花団がある。区画整理による再開発で大規模なマンションなどの建築が盛んである。ロータリーがあり、タクシー乗車も、 基本的には、この西口ロータリーからとなる。駅のある新署方面から、本町方面や笹目方面へと広がる。東口同様に北を、北大通り、南を、市役所南通りに囲まれているが、戸田商用高校交差点で両通りが合流し、伊勢は北大通りとなっている。駅開業後に順次開発が行われており、現在は、 ロータリーの大型化や周辺道路の新設等に向けて工事が進められている。1階2階3階公共施設教育機関、郵便局すべて国際工業バスにより運行されている。都大駅都大駅入り口 JR グループ内では山陽本線にも同米の都大駅があることから乗車券面上では区別するために所属路線である東北本線を意味する字を監視。 都だと記載されることもある。電報略号は、たとが付与されている。なお、都田は、豊田駅に付与されている。出展広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。